朝3時50分今日帰ります。いやー今日帰ります。このままうまくいけばというか普通にいけば、夜には成田。今はここはラサ空港。ラサ空港です。すぐに到着。これであとは国際線に乗れれば帰れますね。国際線に乗れれば帰れるはず。もう日本でーす。今3時23分、チェックインは14時10分まで。荷物待ち。今インターナショナル遠いチェンドゥ遠いインターナショナルエアポートに向かって走ってます。ターミナル1乗り換え30分。なんかすごい、なんだろうな、初めてだ。スキャンボーディングパス。ああ、そうするとゲートが分かんだね。お、あれ？何でこれ？スキャンボーディングパス。もう105、そうか、もう帰れる。やっと日本だ。全部通過したからもうこれで乗り過ごすことはないですね。まあ帰れます。もう乗れるぞ。14時40分東京 CA459。 よし、エベレストの遠征もこれで終わります。今日で。とりあえず40分新宿へまずとりあえず行きます。そしたら3000円で帰れるだろう。